岩崎聖七三代、岩崎聖七から1946年4月11日は、明治期の実業家、岩きセメントを創業した。下屋国津賀郡藤岡村で2代、聖七の長男として生まれる。家は、代々醤油醸造と、米国肥料商を制御とする。小学校卒業後、郷里の大村学者で官学を収め、1880年、東京に出て、 岡か千人の塾で漢学を収める。この塾で、片山千と知り合い、生涯進行した。1882年より、片山のいた、高玉者で数学を専修し、1883年9月、慶応義塾に入学。1884年2月慶応義塾の圧戦で、渡米し、1885年6月、コーネル大学で、政治経済を学ぶが生に合わず、 ニューヨーク領事の高橋新吉から実業家に役に立つ、放課を進められ、1887年6月、イエール大学で、法律学を専修士学位を得て1889年に、基調する。家業の米国省、醤油醸造業を継ぎ、陸軍省と提携。八景鉱山の社長、広瀬金奈々の協力を得て、岩きセメントを設立。日清宝石。 日本製粉などの経営に関わり、東京ガス社長、全国実業協会会長、第日本産業法国会審議員等を歴任した、1919年日本製粉社長、長男の聖一郎と、1929年1929年には、ジュネーブで開催された第12回、国際労働会議への出席を主目的に、長男の聖一郎を連れて、 欧米各国を視察した。ありがとうございます。